まあ、ということで皆さんね、あのシーズン4が楽しみな人は皆さん高評価押しといてください。お願いします。あと1分、マジで？もうね、なんか変化が起こるのは絶対あると思う。いや、起こんなくても僕は悪くないよ。なんでかっていうと、リーカーの方が言ってるからね。リーカーの方が言ってるから、まあ、僕はリーカーに騙されたっていうことになるだけなんで、まあ、僕は何も悪くないっすねっていう感じなんですよ。まあ、リーカーの人によると、ここでなんか起こるらしいから、とりあえずまずここにね、飛び降りたいなと思います。さあ、あとどれくらい？あ、待って、あと15秒、あと15秒。待って、あと15秒でなんか変わるっぽい。待って、変わるっぽいよ。あ、200円静かにして、やだ！ここら辺でなんか変わるっぽいよ。さあ、変わるのか？待って、もうすぐ変わるよ。もう変わるよ。え？なんか変わんの？これ。待って。なんかイベント的なの起こんない？起こってくれたらめっちゃ面白いよ。待って、なんか起これ。なんか起これ。待って、11時になったけど、なんも起こらない。なんも起こらないやないかい。待って。え？何にも起こらないですね。これは何もイベント的なのはないやつ？これ。なんかちょっと僕期待して損したやつ？これ。ちょっともう一回入り直しましょうか。あんのか？なんか。あ、ある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 ！なんだこれ？なんだこれ？なんかあるぞ！なんだこれ？これはなんだ？ちょっと待って。なんかすごいのある。なんだこれ？え？なんかあるよこれ。すご！え？なんだこれ？なんかすごいのありますね。ちょっと皆さん。なんかすごいのがあります。ちょっとこいつ絶対殺しに来る気だ。こいつ危ない。ちょっと待って、下に武器あるよ、この武器欲しい、危ない、この上に乗ります、さあ、え、すごい、なんだこれ、え、すげえ、なにこれ、え、すごい、これ仲良くなっちゃう、これチーミングになっちゃうわ、やめてくれ、チーミングになっちゃうから、別に殺してくれてもいいわよ、もう僕十分だわ、え、すごくないこれ、普通に、なんだこれ、降臨、ちょっとダメ、チーミングになっちゃう、ちょっとダメ、チーミングはダメ、待って、ダメ、チーミングはダメだって、ちょっと、ね、マジで、ちょっと、みんなで一発ずつぐらい殴る、ちょっと危ない、チーミング、僕はチーミングしてません。僕はチーミングする気一切ございません。僕はここ干渉してるだけであって、僕は武器がないから、それは撃てないのは当たり前だわ。ね？こいつは絶対ゴースティングだろ、お前ら。こいつは絶対ゴースティングだって。ちょっと危ない。危ないよ。ちょっと、デコイ出すと撃っちゃうからやめて。別に撃っちゃ、いいんだわ、それで。それが正しいんだわ。まあ、そうだもんね、ちょっと、危ない。ちょっと、危ない！まあいいわ。まあ別に、僕はいいわ。なんかリプレイで見ればなんか変わってるかもしれん。なんかね、なんかわかるかもしれんから、ちょっと一旦リプレイで見てみようか。さあ、なんか変わってる。めちゃくちゃなんか変わってますぜ。ね、リプレイ働けって。リプレイ。ちょっと、リプレイ働いて。リプレイが今お仕事してない、なんか。リプレイ全然仕事してないんだけど、どういうことかな？さあ、ある、バトルラボでもある。なんだこれは。なんか意味深だぞ、これ。なんかこっからさ、あ、待って、僕、分かっちゃった。これ、アベンジャーズがさ、登場する数じゃない？アベンジャーズがなんか新スキンとかなんかとして登場する数なんじゃない ?1、2、3、4、5、6。だから、もう、でも、なんかもっと登場しそうだな。でもなんか、6体ぐらいは絶対確定で来るっしょ。アベンジャーズのスキン、これ。ワンチャンそうじゃない？なんかこっからなんか召喚されていくんじゃない？わかんないけど。ちょっとわかんないけど。ワンチャンその説ない？これ。アイアンマン来るよ。マジ？アイアンマン。でも僕、いや、カーバイドでいいわ。僕、オメガとカーバイドでいいわ。嘘だよ。めちゃくちゃ欲しいよ。これなんか起こったりしないのかね？ここなんか乗ったら。何も起こりません。ネタバレやめて。いや、大丈夫。僕の考察だから。ネタバレじゃない。僕の考察だから大丈夫。大丈夫だから。安心してくれ。僕の考察だから。あの、悪役の出現する、なんか、やつみたいな。ワンチャンそれもあるんだよね。なんかあったじゃん。漫画にさ、悪役出てたじゃん。それのなんか何スポットかもしれない。もしかしたら。そう、しょうもない考察、そうなんだよ。しょうもない考察だから大丈夫。しかもさ、この並べ方意味深だよね。なんでこの二つだけね、さ、なんかどっか分かれてんだろうね、ほんとに。しかもなんかちょっともっこりしててさ、なんかエロいよね、ここね。なんかちょっともっこりしてるじゃん。変なやつが追加されたということで、皆さんね、この配信ね、見ていただいて、あ、そう、最後に漫画見て終わろう。最後に漫画見て終わりにしよう。なんかこんなわけのわからないものが追加されました。はい。漫画ね、漫画。多分これ、なんか追加されてるでしょ。あ、一個追加されてる。はい。これで飛ばしていけば、10ページいけるはず。あ、待って、なんか増えてる。これか、これだ。ちょっと待って。はい。虹の橋の守護者となった、すぐに助けが来るわ。ビフレストの女神。なんかすごい、あ、これ絶対、1、2、3、4、5、あ、7体いる？え？ 1、2、3、4。あ、でも、いや、こいつはいるんだ。もうこいつは、あの、ね、これ、なんだっけ、あの、スーパーマンじゃなくて、あ、出てこない。1、2、3、4、5、6、あ、7体いるから関係なかったわ。あの、数でスキンがなんか出てくるとかごめん、あれは嘘だわ。全然関係なかったわ。バリバリ7体、7、8体いたわ。間に合ってくれてよかった。オーディンに感謝だ。急ごう、協力してギャラクテスを止めなくては。よし、ちょっと落ち着いてくれ。いいか。君たちがどうか知らないが、私は維新に反して、魔法でテレポートされるに慣れていないんだ。3つの疑問がある。まず私たちはどこにいる。そして2つ目、お前は誰だ。そして最後に、
はい、そして最後に、こいつらは一体何者なんだ。続きはフォートナイトシーズン4で。お前らじらしてくるな、お前らじらしてくるな。ちょっと待って、これ待って、ここに何体いる。 1,2,3,4,5,6 7体、な 7体、あ、でもこいつはもう来てるから、でも分からんな、分からんな、え、分からん。そうなんだよ、これ魔法でテレポートしたってことはさ、ワンチャンね、 あそこからこいつら登場する説あるぞ、ワンチャン。分からんけど、まあね、見てほら、続きはフォートナイトシーズン4でっていうこのチラシがあるから、皆さんね、明日のシーズン4楽しみにしておきましょう。皆さん明日ね、ワンタイムイベントじゃなくてアップデ待ち配信ねするんで、皆さん絶対に来てください、通帳にしといてください。ではね、皆さん今日はこんな感じで終わりにしとくんで、皆さん通帳にしてください。